マリアツ・ノブ・オキ、英称8年6月24日は、室町時代、戦国時代の大名、上佐武田氏の武田信長の孫、武田信ノの子。マリアツ・ノブ・カツ、マリアツ・ノブ・キヨの父。マリアツ城城主、通称は、八郎五郎、カニは、三河守、方々は、道館。祖父の信長はもともと会。 武田氏出身だったが、京徳の乱の混乱に乗じ、小学坊に味方し、もともと上杉氏の両国であったカ佐に勢力を築くことに成功し、カ佐武田氏の祖となった。後に、信長は、この信高を長南城に置き、自身はマリア津城に孫の信沖と共により、マリアツ家を起こした。信沖の自責は、祖父。 信長の財政時から確認されており、1462年、おぶぐう盆昇明の名文にある、三河守清次に否定されている。1464年には、新寮寺の回帰にもなったという。祖父と父が亡くなった後は、弟の武田道信と共に、上佐の両武田と称される存在であったという。1479年には、大木谷上杉家の大田道館が、 千葉地種を擁立し、千葉高種など、小学坊側の将を討伐するため、上佐に侵攻し、上佐武田氏も攻撃を受けた。信沖は、長南家の道信と共に抵抗したものの、道館の構成の前に降参を余儀なくされたが、後に道館の勢力が衰え、地種が武蔵に撤退し勢力を保つことができた。永正8年に死去。改名は、新の寺道道大古寺 ありがとうございます。